初代2ドアモデルレンジローバーは、イギリスランドローバーが生産している、高級オールパーパスフルタイム 4WD 車であり、ランドローバーブランドのフラッグシップモデルである。1970年、当時ブリティッシュレーランドの一ブランドであった、ランドローバーから、フルタイム 4WD のオールパーパスビークルとして発表された。BL の技術者、チャールズ・スペンサー・キングなどが中心となり、 ランドローバー以上のオフロード性能を持ち、普段は高級乗用車と変わらぬ快適性を持つことを目標に開発された、全く新しい概念の革新的コンセプトであった。初めから海外でのノックダウン生産も考慮して、設計が進められ、耐久性、メンテナンス性も考慮されていた。ラグジュアリーカー、エステートカー、パフォーマンスカー、 クロスカントリーカーの4つの車の役割を1台の車で可能にすると謳われた。21世紀に入ると高級車ブランドがハイパフォーマンスな高級クロスオーバー SUV を続々と世に送り出し、一定のカテゴリーを形成するようになるが、当時このような車はほとんど見られず、わずかにアメリカのジープグランドワゴニアと西ドイツのメルセデスベンツ G クラスが該当するのみであった。 当初は3ドアモデルのみであったが、あと25ドアモデルが追加された。現在では、初代モデルすべてを、レンジローバークラシックと呼ぶようになっている。丈夫な車ではあるが、特有のリアサスペンションエアームのピボットは、年式に関係なく、点検と休止をこまめに行う必要があり、極度に摩耗する前に交換することが望ましい。エアサスペンションにまつわるトラブルは2大目にも、 共通のもので、車高調整を諦め、金属スプリングに変えるユーザーも多い。部品は、本国では、純正品、社外品ともに順沢に供給されており、価格は、初代モデルのものが最も安価である。伝送品やベアリングは、日本製で代用できる。日本では、自動車評論家の小林翔太郎、四輪駆動車、専門雑誌、CCV 編集長、 石川祐一らが高く評価するとともに、自らも所有した。巨色を配して、シンプルな設計に徹した初期型のボディは、2枚のドアと上下に分割式の頑丈なテールゲートを持つ。強固な 2mm 厚ボックスセクションの2本のサイドメンバーと5本のクロスメンバーからなる合成の高いフレームにゴムブッシュを介して、後半性スケルトンボディを乗せている。このボディに、 アルミ製のドア、フェンダー、ルーフが取り付けられ、車体の軽量化、防災備対策に貢献している。スペアタイヤを、車室内に立て配置するとともに、駆動部品を適切に配置し、車身フレーム及びボディを適切な形に設計することで、アクロでの障害物による損傷を防いでいる。アプローチアングル45度、ランプブレークオーバーアングル150度、 デパーチャーアングル33度を確保。ホイールベースは100インチで、大人5人が、ゆったりと室内でくつろぐことが可能でありながら、初期型は、全長 4470mm、全幅 1778mm、全高 1778mm、車重 1700kg 大前半と意外とコンパクト、軽量である。GM から製造券を買い取って、 ローバー三千五百に使われていたシリンダーヘッド、シリンダーブロックともにアルミ製の軽量な V 型8機等オフの三千五百二十八 c c ローバー v 八エンジンを採用し発表当時としては優れた静粛性と時速百五五十キロメートルのクルージングを可能にしていたこのトルクフルで頑強なエンジンは当初ゼニスストロンバーグキャブレター装備であったが後には 電子制御燃料噴射式となり、排気量も3.9リッターから、最終型では4.2リッターにまで拡大された。また8気筒ながら、当時のランドローバーシリーズ 2A に使われていた、中鉄ブロックの4気筒よりも軽いことにより前後の重量配分が50、50となっており、結果として、オンロードでの旋回性能や、オフロードでの走破性を良好にしている。 またエンジンが短いことが前日のように広い射出の獲得にもつながっている。このエンジンは基本設計が古いこともあり、吸気抵抗や各部のフリクションロスが大きく燃料消費が多いことが難点であった。これは電子制御化された後の改善もわずかであった。ブリティッシュレーランドの整理後、中心的な役割を担ったオースチン・ローバーでは、 主に気発油税の効率な欧州大陸向けとして高速ディーゼルエンジンの開発を行っていたが失敗続きの末ついに自力開発を断念ディーゼルエンジンメーカーとして実績のあるイタリア VM も取り射製のエンジンを購入することになったこれは直列4気筒2.4リットルの直噴ターボディーゼルで1986年に追加され 1989年には2.5リットルに拡大された。これらは熱効率に優れた直噴式であることや燃料の価格差向きをし燃費はガソリンモデルの半分ほどと大きく改善した。自社製ターボディーゼルエンジンを搭載した 200TD がラインアップに加えられたのはモデル末期の1992年であった。耐久性とオフロード性能を第一に追い求めたため、 前後輪ともコイルスプリングによるリジットアクスル式サスペンションを採用。柔らかく長いコイルバネにより大きなホイールストロークを確保し、良好な乗り心地と卓越したアクロ走破性を実現している。フロントはリーディングアームとパナールロットによる3リンク式サスペンションで自由な上下動と高ロール性を両立しており、後のフロントリジットアクスル 4X4 に 大きな影響を与えた。またリアは重い荷物を積んだ時にも車を水平に保つ防御、静ダンパーを用いた機械式セルフレベリングユニットを組み込んだセンターエアームと2本のトレーディングアームにより長大なストロークを確保している。これは現在に至っても優れた地形追従性を持ったサスペンションと知られるがダンパーや大きな力が加わるエアームのピボットの 寿命が短いなどの難点がある。センターエアームは、同社の初代リスカバリーのほか初代スズキスクードに採用例があるが、二代目、レンジローバーを含め、すべて後継者では採用されていない。タイヤサイズは 205R16 で5.64メートルという、最小回転半径と良好な乗り心地を実現している。北米市場からの要求で、 1990年からロールを抑えるスタビライザーが装着された。1992年から4区として、世界で初めて A、ダンロップ製のエアサスペンションを採用する。高速走行時には安定のため車高を下げ、不正地走行では地上高を稼ぐために車高を上げ、積載量の高による姿勢変化を抑え、ニーリングで乗降を容易にするなど、 変化量の大きい車高調整が目的である。フルタイム式 4WD 車としては、前線 FF に次いで、市場2代目だが、オフロードを前提とした車ではもちろん初である。使用している、センターデフは1988年までの、マニュアルロック型と、それ以降のビスカスカップリング式作動制限型とに、分かれるが、トランスファーに2足の副変速器を持つことは、共通である。 その灰、ロのギア比が2.7、1と大きく、アクロでの極低速走行を可能にしている。開発当初から、フロントブレーキキャリパーまでのブレーキライン後に、系統確保した、完全分離型の2系統配管を持つ、4輪、ディスクブレーキを採用している。フロントは、体型ベンチレーテッドディスクと対抗4ピストン、リアは、対抗2ピストンを標準とする。また駐車。 非常用ブレーキとしては、体型のドラムをトランスファーの出力部に設置したセンターブレーキとしている。このセンターブレーキの作動には、通常のワイヤーとリターンスプリングの組み合わせではなく、ロッドによるリンケージが用いられており、強制的にブレーキシューを解放することで、泥や凍結による不寛解を防ぐ配慮がなされている。モンテベルディサファリ、北米市場からの要求を、 最大限に取り入れ、乗用車化を図りたいマーケティング側と、高機能とヘビーデューティーを伝統と考える設計人、さらに合理化に抵抗する生産現場との間で、折り合いがつかず、企画から開発に至るまで、かなりの時間を要する結果となった。愛好家の間では、セカンドレンジ、あるいは開発コードを取って、P38A、形式より、LP レンジと呼ばれる。カタログモデルは、 すべて4度アゴンでホイールベースも1種類のみとなった。ラダーフレームと前後リジットアクセルの構成は継承されたが、ボディは一般的なスポット溶接構造となった。ガソリンエンジンは初代の改良型でアルミブロックオフのローバー V8 エンジンで4.0リットルと4.6リットルの2機種であるが、ディーゼルエンジンは直列6気筒2.5リットルターボディーゼルの BMWM51 エンジンへ変更になった。アイデンティティとして前後リジットアクスルを継続採用したが、リアサスペンションはセンター A アームを配し、横合成を大きく取ったトレーディングアームを導入したことが最大の変更点となった。先代に続き、ダンロップの車高調整機能付きエアサスペンションを採用しているが、トラブルを嫌い、金属バネに変えているユーザーも、 少なくない。初代の晩年と同様、作動制限にビスカスカップリングを用いたセンターデフを持つフルタイム 4WD となっている。操作系はトランスファーレバーのないアメリカ製 SUV に慣れ切ったユーザーを考慮し AT セレクターレバーとトランスファーレバーを一つにまとめ H パターンとしたセレクターを採用した2000年モデルよりマイナーチェンジ 新マネジメントシステムなどによるエンジンの改良、レイアウトの変更のほか、オルタネーターの容量アップ、クリアライトの採用などが施された LP58D および LP60D と分類される。またスロットルヒーターからの冷却水漏れトラブルは、後期型とディスカバリー2の共通マイナートラブルとして知られるレンジローバー2002年4月に発表された。 当初は BMW が開発していたが、BMW のローバー売却、フォードのランドローバー獲得に絡んで、フォードが開発を引き継いだ。ボディ、エンジンサイズの大型化が図られ、同時に内装がより豪奢なものとなった。またカーナビゲーションシステムの装着が最初から考慮された内装デザインとなった。二代目に比べ、より初代を意識したデザインモチーフが取り入れられた。なお、 カタログモデルは2台目に続いて4ドアワゴン1種類のみとなった。エンジンは一新され、ガソリンエンジンは V 型8気筒4.4リットルの BMW M62 エンジンへ、ディーゼルエンジンは直列6気筒2.9リットルターボディーゼルの BMW M57 エンジンへそれぞれ変更になった。2006年モデルよりエンジンが変更された。ガソリンエンジンは V 型8気筒のジャガーアージ V8 エンジンとなり、4.4リットルの自然吸気エンジンと4.2リットルのスーパーチャージャー付きエンジンが選択できた。ディーゼルエンジンは V 型8気筒3.6リットルターボディーゼルのフォード、イドエンジンとなった。2010年モデルよりガソリンエンジンは5.0リットルの自然吸気エンジンとスーパーチャージャー付きエンジンへ、ディーゼルエンジンは V 型8気筒4.4リットルターボディーゼルエンジニア、それぞれ排気量がアップされた。レンジローバー2012年8月に発表され、詳細は2012年9月6日に発表された。注射区出展参考文献。ありがとうございます。